回転記念館正面地図回転記念館は山口県周南市大津島にある旧回転登場訓練員の宿舎跡に建てられた記念館1968年開館回転は太平洋戦争中に開発された人間が登場する魚雷型の特攻兵器である回転の登場飲宿舎訓練施設組み立て施設は戦後アメリカ軍により破壊され 山の中原にあった宿舎跡は当初馬島小学校が建てられ、1965年までは同小学校がここにあり、当時すでに校庭に異例の回転費があり、毎年ここで異例祭が挙行されていた。小学校が海のそばの元回転の組み立て工場跡地を整地して、そこに新校舎ができ、そこに1966年に移転。 1962年3月21日、東京都杉並区公園寺の根津会館における、開店関係者の会合の席で、元開店特別攻撃隊司令官、永井光によって、開店検証会の設立が発議され、同年7月20日に発足した。同会は、井出光高さんなどの協力を得て、馬島小学校後に、開店記念館を創立。 1968年11月20日に開館した。登場員の遺書、軍服、写真、遺書など約1000点を展示。開館当初の館長は高松港。敷地内に回碑費、手を復元した開店模型があり、入り口までのエントランスには亡くなった登場員らの一人一人の名前を刻んだ墓碑が並んでいる。周囲は桜の木が多数。 1995年にリニューアルされた。運営は、周南市で、条例上の名称は、周南市開店記念館。ありがとうございます。